あ、ちなみにあまりに依頼が溢れたんで、もう書く場所ないなと思って、ここも開けてここも依頼書にしました。見てください、ギルド常設依頼説明。え、輝くイカソミと本、1アイテムにつき1エメラルドくださいっていうのと、みんなからの依頼を募集してるよっていうのを、書いておきました。で、まあ、このイオフィーちゃんの依頼は頑張れっていうかこれね、あと資源の楽園はまだで、これなんだよね、盗めるもの探してますっていう、これ私に言われても感がすごくて、まあでも私に向けじゃないんですけど、なんだろうみたいな。で、カエルランプのお気持ち詐欺多発中、助けてくださいっていう、これカエルランプ作ったのはペコちゃんだったと思うから、これ警察案件なのではと思って、これはねさっきやってきました。カエルトラップのお気持ちがひどいとギルドに連絡あり調査希望っていう風に、警察に書いてきたので、これでまあ警察に伝わったということで外して大丈夫でしょうと。あとね、あれが必要。なんだっけ、カエルライト。え、3個でいいんだけど、どうしようかな。どこだっけな。あったあった、ここここ。これか。カエルランプ料金表、1スタック1ダイヤ、バック。いないが、私はいつバックに、バックについた、私バックについたの、ちょっと待って。バック。に時の空います。これの方が強いわきっとこれ強いやろ。これバッグについてないんだけど、いないが、ここか。あった、これぐらいもらって。なんこれ、緑も可愛いね。しかも入れてないじゃんみんな。あ、でもエメラルド一個ずつは入れておくよ。バッグについてるならもらいたいわ確かに、マイクラチョークデスペコやん誰これ書いたの。いつの間にバッグについたんでしょうかって、ペコちゃんのとこに後で書きに行こう。